こんにちは、キットマン北海道探索チャンネル、池田町を観察した時の様子です。2022年の9月です。ご覧ください。北海道6日間周遊パスを使っております。5日目です。乗車するのは特急大空でございます。せっかくなので座席の設備を解説しましょう。ドリンクホルダー、そしてチケットホルダーなんですが、特急券とかね、こういう周遊パスのチケットギリギリなので入れづらいですね。若干まあ落ちづらくていいんですけれどもね。そして上着なんかを引っ掛ける、こういうフックなんかもあります。服を引っ掛けるとテーブルが使えなくなります。特急大空はディーゼルエンジンなんですけれども、途中でガーガーってなんかおかしい音がするんですよね。おかしいなと思ってちょっと歩いて様子を見たら、おっさんのうるさいいびきでした。どうやらね、エンジンは正常だったようです。感染症拡大なんかで大声で話すことは注意されるんですけれども、いびきは注意されません。帯広を越えたあたりのこの川が私好きなんですよ。このあたりは電化区間ではないので、列車を撮影する人にとってもすっきりした情景を撮影することができます。池田町の近くにやってまいりました。おそらく池田町に入っていると思うんですけれども、以前はワイン城とか米倉とか、わりかし観光客の定番スポットに主にね行ったんですけれども、今回はもうちょっと地元の人が利用するところとかね、むしろ地元の人しか来ないんじゃないかなっていうところなんかを見たんですけれども、非常に魅力的な街だったのでパート2まで作ってしまいました。池田町はどこだという方に向けて説明すると、帯広よりちょっと東側、まあ、北海道人のちょっと東は相当東に当たるんですけれどもね、池田町に到着しました。池田駅は非常に大きいです。帯広より東であれば本当に交通の主要の場所だったので、まあ、機関庫もありました。蒸気機関車の転車台なんかもあったそうです。あ、この柱ぶどう色ですね。この日の池田町は若干霧雨模様だったので、道路なんかもちょっと濡れております。こちらが米倉さんでございます。バナナまんじゅうで有名なんですけれども、まあ、私も行ったことあるんですが、バナナまんじゅう以外の普通の料理もレストランですからね、非常に美味しいです。特にステーキをおすすめいたします。池田町はワインが有名だということもあり、ワインを推しているお店なんかも結構多いです。このように商店でもワインを推しております。お土産にいかがですか。池田町にぜひやってもらいたいなということがあります。昭和の街並みツアーみたいな感じで、地元の方のガイドでツアーして回るっていうのね、そういうのがあれば私年に何回かは参加したいなと思うのですが、いかがでしょうか。こちらはバキュームカーでしょうか。私の見たこともないタンクローリーでもないし、なんだろうなと思って見ておりました。こちらは靴とカバンのお店でございます。この文字の漢字とかがね、やっぱりおしゃれです。私の街観察には結構猫出てくるんですけれども、意図的に映そうと思ってないんですよね。なんか視線を感じてみると猫が見てるっていう、そういう感じなんですよ。猫がいるとなんかいいことが起きそうですよね。こちらの和風レストランのメニューを見たんですけれども、このエビ天丼食べてみたいですね。まだ私が行った時間朝早すぎてやってませんでした。ご覧のように池田町には昔のままの昭和の街並みがまだまだ見ることができます。しかも街も大きいですからね、ここでしか見ることもできない、そういう看板とかあとはテントとかをたくさん見ることができました。このパチンコ屋見てください。私が見たパチンコ屋さんの中では、まあ、一番地味っていうかシンプルなパチンコ屋さんですね。このレベルでシンプルなパチンコ屋さんっていうのは、寿都町にあった解体されたパチンコ屋さんと、あと輪西にある、まあまだ解体はされていないんですけれども、まだ存在するパチンコ屋さん、そのあたりのパチンコ屋さんと、まあ、同じレベルのシンプルさかなと思って見ておりました。あ、この屋根部分見てください。飾りなんだけれども、ちょっとこれがあるかないかで全然イメージが変わってくるんですよね。
雰囲気的に喫茶か理髪店だったのかなと思って見ております。どうなんでしょう。そしてさすがワインの街、ワインがねオブジェとして店の前にねドカンと大きく存在します。パブレストランだったんですね。この書体なんかも非常にかっこいいです。メインストリートだけにお店が存在するのではなく、広い広範囲にわたって個性的なお店が広がっております。それでは現在は存在しない建物を見てみましょう。この両サイド、現在は解体されて更地となっております。続きましてこちらの商店の両サイドも現在は存在しないので、ストアだけ真ん中にポツンと立っている状態でございます。そして非常にオーラのあるお店を見つけました。もう早速ねやってる感じなので中に入ってみることにしました。どうやら喫茶で民宿だそうです。非常に親しみやすいオーナーさんで50年以上営業しているそうです。昔は内部の雪印工場で働いていたので、まあ内部の昔のね街並みの話とかもしてくれましたし、シェーンっていう西部劇があったんですけれども、その中で出てくるバーカウンターに憧れてかっこいいなと思って自分でお店をやってみようと思ったのがお店を始めたきっかけだそうです。お店の雰囲気すごい好きですというと、オーナーさんがねものすごい嬉しそうな顔をしていたのを思い出しました。池田町もかつてはものすごい賑わいがありまして、酔っ払い同士の喧嘩なんかお店の中でしょっちゅうあったそうです。酔っ払いにね、バカにされたりしてカーとなるような人はこの商売は向かないよ、いつもニコニコしてないとねっていうね、そんな話をしてくれました。その町に住み続けて70年80年商売をしているような方々の話を聞くのが私すごい好きなんです。歴史の証人ですからね、公式にはない新聞には載っていないような事件とか、あとは事故なんかもね私に話してくれるんですが、非常にここではね言えないような面白い出来事なんかもたくさんあったりするので、地元の方の話っていうのは面白いんですよね。こちらのお店、おそらく芝園と読むと思うんですが、池田駅を降りてすぐのところにあるので、ぜひ特急列車で1本ですぐに行くことができるので、ぜひ、非常にレトロで味わい深い、そして素敵なオーナーさんのお話を聞きに行ってみてはいかがでしょうか。そんな感じで池田町観察パート1でした。続編もありましてパート2まであるのでご覧ください。ありがとうございました。